どうも、わきです。栄冠9やっていきましょう。はい、というわけで今回は甲子園準々決勝からやっていきたいと思います。では行きましょう。はい、というわけでもちろん甲子園連覇もかかっておりますし、あとはなんといってもですね、3年生が結構なんか今こう能力が微妙な位置にあるので、なんとか最後の最後みんないい感じの能力にしてですね、卒業させてあげたいなと思います。さあ行きましょう。さあ広瀬もね、パワー A 乗せて、パワー以外オール S、 盆栽でいければ超かっこいいと思います。頑張りましょう。うん、これは中抜きでいきましょうか。てか中抜きがなんか渋いいい能力になってますね。流し打ち、満塁、ローボール、いぶし銀。はい、いやー、そして基礎値的にもなんかお任せにして、うん、なんかこんな感じになっておりますよ。いきましょう。中抜き4番行ってみる？4番行ってみようか。よし、これでいこう。試合開始。そしてですね、ただいま平均高評価数が1000超えで土日2本投稿、さらにはチャンネル登録&高評価で PS4& パワープロ2018のセットが当たるプレゼント企画を行っております。この秋ゲーム TV の動画いつも楽しみにしているよという方はぜひ高評価チャンネル登録していってください。さあ行きましょう。新潟代表、強豪、上越。クー強いよ。ツーアウトランナー一塁という場面で強いよ相手。東海の安打製造機、大抜き。さあこの試合で大抜きになれるのかどうかというところですね。肩69、強いな。ピッチャー強いしね、クイックシー。これはなかなか走りにくそうだな。盗塁さんはやめとこう。さあでは流し打ちがついた中抜きでございます。流し打ち、まあ当たりはいいけどな。うっ、先制された。ただチャンス、これはくー、ラッキーボーイで阿部ひ、よし、これにかける。ここで打てば大抜きあるぞ、大抜きあるぞ。怖い、ゲッツーは小抜きだぞ。よしよしよし、危ない危ない危ない。まあ、これでバントと一緒。よしよしよし、つながった。いや、今のゲッツーだったら終わってた。うわまさかの広瀬ホームラン打ってる。お、大谷もホームラン、いいね。2者連続だ。おお、志賀もホームラン、ホームランがいっぱい出てますね。よし、流し打ち、おー、いいですね。相手投手力結構いいのにこんなにつながるか。さあ富田、まあブルヒューつきましたからね、ここは打たせましょう。50打点いきたいな富田も。残り決勝まで行ったとして3試合で3打点。なんとかなんとかいきましょう。はい、いや米山は強振させたいな、この能力なんで。よし、今年はちょっとね、1、2、3以外そんなに足が速くないと思わせておいて、下位打線は全員走れるっていうね、なかなか面白い感じでございます。ヒットエンドランにしよう、ヒットエンドラン。よーし、オッケー、ナイス。ただヒットエンドランしたのに二塁止まりっていうね、米山の足の遅さでございます。そしてしがないしがでございます。セーフ、惜しい。おお、ほんと打つな。どうした、ビッグフライ、大谷さんアゲインといきたいですね、ここは。ということでもう打たせます。ビッグフライ、大谷さんアゲインとはならないか。これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。さあトミー・ジョン手術ねするということが決定いたしまして、まあというか決定したというか本人がそう決断したみたいなんでね、本当に本当にうまく手術がいくことをね祈っております。はい、で来年1年間は野手としても開幕間に合って
野手として本当に40本、50本、打ってもらいたい。で、再来年からね、また二刀流と。おお、中抜きいいね。二刀流というところをね、見せていただければいいんじゃないかなというふうに思っております。ただ、大抜きにしたくないなっていうのもあるんだよな。というのも、今後ペナント9、ペナント9。栄冠9とペナントがめちゃめちゃ混ざったわ。ペナント9をやるときに、あ、でもペナント9っていうニックネーム名付け方いいね。ペナント9にしようかな、ペナント実況の名前。ペナント9をやるときに、大抜き2人いるとややこしいっていうのもあるんですよね。だから中抜きでいいかな、もう相性で。ただ大谷今日はちょっと打たれてますね。さあ広瀬、こうバントでヒットを狙いに行こう、あえて。よし、お、うまい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 、うまし。さあ大谷さんアゲイン。まあ犠牲フライにはなるでしょう。でセカンドランナーもサード行け、そしたら広瀬が盗塁できる。イエス、オッケー。そろそろ代打代走も考えていっていいか、育成枠で。そうっすね、そろそろ育成枠使っておきましょう。よーし、オッケー。もう代打いくか、稲村。さあ持ち前の強心臓が力を発揮するのか。あ、ただそうすると笹田置いとかないとセカンドできる人いないな、今冷静に。来ました、平林ボールを取る、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。熊谷まだサブポジセカンド取ってないですからね。ということで中抜きがセカンドに回ると。はい、中抜きね、もともとね、ちょややこしい。あ、ちょ待って、中抜きはもともとセカンドですね。この台もうキャッチャーが4人入ってきて、ちょっといろいろやらないとチームが回らなかったので、結構ややこしいことになっております。はい、さあ中抜き、さあ猛打賞なるか。全部流し打ちのおかげでなんか打ててるみたいなヒットなんで。いやでもやっぱ流し打ち強いっすね。流し打ち試合でつくのはでかすぎる。普通に野球馬さあれば狙いに行く特能だもんな。サードいる？よし、まだ上地がいる。じゃあナイスガイ熊谷で盗塁しましょう。黄色い線を背中に受けてやる。二塁送球はどうだ？よーし。ランナーが一つ。でまあ育成枠で、さあ疲れたぞ。よーし入った、気持ちいい、気持ちいい。まあ米山も本当にしっかり働いてくれたなというところですね。はい、さあどんどん下級生を出していく。こうやっていいね。あ、もっと育成枠使いたかった。てか大谷に指示全然してないのになんで3点も取れたんだ。もしかして1回もやってないのに。岡村に打たれすぎや。ああ、ここのツーランか、なるほど。じゃあまたまたキャッチャーのところに出していきますか。最近キャッチャーのところによくなぜか出しております、秋ゲーム TV でございます。で信頼度上げたい人を、よし、 OK、出していく。よし、あ、やば、これスタミナ持つかな。大丈夫だ、打たせて取れて、省エネピッチング。あったあったあった、省エネだけど打たれちゃいかん。金城ナイスバッティングです。さあゲッツー取らないと、これはゲッツー取らないと、打たせて取れて、ゲッツ、あらららら、そこばっかり抜かれる。おい、中抜き、セカンドうまいはずだろ。
頼む、ここはゲッツーで、ゲッツーでいこう。さあこれだけスタミナを消費しても168キロのストレートに148キロのフォークを投げる怪物でございます。ゲッツー、よし、笹田が一人で、サバを、笹田うまっ、笹田うまっ、なんかカレーだったな今守備が。さあ奪三振13、キレとか奪三振、そろそろ大谷ついていいんじゃないか。あら、なんでこのイニングだけでそこ3回も抜かれるかな。セカンドのポジション取りが悪いですね、もうとなると。パソッ、よーし、オッケー。うんうんうん、まあ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 、あの投手力相手によく14点取れたなと。てかこの本当にかなり厳しいと思われていた台がここまで育ってくれている。特に打線、まあ、ちょっと守備捨て気味なんですけどね今年は。いやでも本当にその分打線がつながるようになったなというところで素晴らしいですよ。はい、てか大谷まだ2年なんですね、冷静に。いやそろそろ切れ奪三振来てほしいな。大谷2年ってやばいな、まだ。おお、通算100勝、いいね。でちょっとこの辺渋いから一回、まあいずれどっちみちそろそろ練習指示を呼びたいっていうのもあるんで、いいのが来るまでどっちみちだしね。ちょっと疲れてんのか。そこはまあおにぎりを使うとして、おむすびね。徳田、まあ徳田使うか、もう卒業前ですしね。はい、どうせ次練習指示を多分呼んでくると思います。でですね、この試合、あ間違えた、こいつに使う必要ない。この試合もちろん勝てればの話ではあるんですが、今日夜決勝戦生放送を行いたいなと思っております。生放送はチャンネル登録をしていると通知が飛んで見ることができますので、まだチャンネル登録していなかったという方はですね、ぜひこの際にチャンネル登録していってください。しておいてください。とりあえずいいや、もっと貯める。さあというわけで最後生放送でね、有終の美を飾りましょう。試合を生放送でやったことはなかったんで、はい、ちょっと生放送でねやってみたいなというふうに思っております。さあ広瀬パワー B78、 うわこれ、てかあれだな、本当にギリギリオール S もう盆栽で作れなくもなさそうだなこれ。てかオール S は簡単だ、ミートと総力90とかで止めてたらオール S は余裕だったな。やば、天才じゃんこんなの、ほぼ天才やんこんなの、やば。で誰でいくか、うーん、まあ広瀬でもいいんですけど、広瀬でいこうかな、一番広瀬でいこう。はい、広瀬でいきます。さあ素晴らしいバッティングを披露せ広瀬、やっていきましょう。右の市川、ま、1回の裏高校チーム攻撃に入ります。バッターは東海の鉄砲型広瀬。うん、あ強い。お坂本がいる、くわ坂本いい能力だなこれ、本当選球眼も持ってるのか。うわ坂本めっちゃいい能力だなこれ。いいもないしな、赤とこ消せば。ぜひ秋山高校へやっていきましょう。ピッチャーのクイック C で肩58、速球 OK。 さああと盗塁4、いやー50いかなかったな。なんか夏全然走れなかった。いやー50行きたかったんだけどな、行けなかったな。いやまだ分かんない、この試合2盗塁、決勝2盗塁でいける。てかなんか積極盗塁持ってる割には勝手に走んないんですよね。うわ
僕が指示しないと走らないので、そこなんだな。やっぱりある程度自動で走ってくれないと。クロセなんてもうどう考えても走れるのにな。そうだからフォアボールでいいよ。うわー、よし3投しろ、3投3投しろ。まあ率はなんだかんだ3割8分ぐらいで、まあ、4割はいけなかったですけど、かなりいい率にはなったなと思ってます。はい、富田じゃ走れんな。黄色い線使おう。でもヒットエンドラン面白いな。となると俺そんな悪かったっけ。そうでもないけど乱調かな。ここでヒットエンドランかけてみよう。どうだ、タッチアップはできるか。よし、 OKOK、 ナイス先生。さあそして横井ノリノリ。いやー、これもヒットエンドランかけてみるか。ここだな。おっと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 、戻れ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 。ああ、くー、まあ他のカードが渋かったからな、しゃあない。からのセーフティーで自分盗塁。よし、 OK、 これが秋山高校だと。いやダメだな、さすがに3じゃ成功しないな。うわ、長打を打つね。最近ホームランも打ってたし。広瀬、なるほどね。もう強打者になってて、一塁にいないんだな。盗塁できないんだ。いや、もうこれはやる。これはやるわ、もう。アウトになってもいい。俺はやりたい。うわ、よしよしよし。いやー、すげえ。え？このバッテリーから3投決めれる。クイック C。だって最近もうクイック C とかで、めちゃめちゃ刺されてるからね、総力エースの選手が。やばっ。さあ持ち前のファイトが前面に出てきました。最近あんまスクイズ使わないな、なんか結構打たせる傾向にある。早川、これでツーアウト。黄色い線を背中に受けてやる気もみなぎります。さあここワンヒット欲しい。うー、走れ、あるぞあるぞあるぞ。おお、すげえ、ウルシアラ。よしよしよし、これはちょっと楽になった。うーん、ここ思い切って代打出そう。稲村、ピンチヒッターは、いや強し。アパー、フィールドフライになりました。取りました。これでワンアウト。しら、さあ持ち前のクセモノぶりを。さあここはセーフティーで自らもセーフを狙いに行く。あれよ、惜しい。ここは確実セーフティーじゃないバントですね。はい、持ち前の熱血が力を発揮することで、ただもんじゃない。ただうーん、まあ相手強いですからそう簡単に点は取れないでしょう。はい、はい、さあ大谷頑張れ。まずはスタミナを上げる。守備もいっとこう。この回で経験点が欲しい。キレと奪三振は絶対欲しいんだよな。絶対ついてくれ、特能で。これでワンアウト。セカンド。ヘイ。高校チームなお。
さあ、これさせるね。よし、富田守備上げてきましたから、去年とは全然違う守備能力が。よし、さあ広瀬、さあ持ち前のファイトが前面に出て、お任せでいいか。走れ広瀬ならセーフある。くー、いやー決勝で3盗塁したいな広瀬。なんとかなんとか3盗塁。だって1回ファーストにいれば2投3投とできて、でもう1回塁に出ればいいんだ。全然ありえるよ3投塁。いや、もっと言うとあれだな、この試合でもう1回回したらいいんだ打席。よし頑張る、広瀬まで回せみんな。でホームラン打つのが広瀬なんだな多分。よしこれはセーフだ、イエス長スクリニック。総力100なんだな、もう熊谷に変えようかな。ただ熊谷の方が盗塁うまいと思うんで、盗塁2だと OK、 この方が安心。熊谷はナイスガイ、はい。さあラッキーボーイの本領を発揮してほしい。これは何なんだ一体、これかな。本当に最低限の外野フライ打てばいい3だから。それは内野フライって言うんだ。掴みました、これで2アウト。さあ米山ここで1本、うわっ走れ、よっしゃ、もうほぼヒットっすよ今のは。おお中抜き猛打賞。いやー中抜き全然解明あるけど、あるけどね、解明あるけれども、これ皆川キャッチャーいますか。よしよし、じゃあ決めました。ここで走者一掃のタイムリー打ったらもう大抜きにします。ただ中抜きっていうのもなんか相性がないんだ。大抜きだ大抜きだ、元に戻ったまさかの嘘抜きかな。となるとやや星がかわいそうですが、それは仕方ない、彼のね、彼の実力なんで。それもまたうわー、まさかの、てか威圧感あるぞ。もう一打席来たら5の5で流し打ちついて、なんかえらいバッターになったな中抜き。まあ大抜きもともとキャッチャーファーストとかで、まあそこでもう分かるんで、もともとの大抜きはこれもともとのやつだっていうのが、まあ区別しやすいっていうのもあるし、どうすか。でポジションかなりいじったので勝てそうになって、皆川がキャッチャーで中抜きがセカンド、ショートには笹田が入ります。はい、という形ですね。 OK、やった広瀬回ってきた、よし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 。となるとこれ走らせてからのセーフティーで1・3塁で盗塁がベストだな。よし OKOK、 セーフティーセーフティー5セーフティー5、よーしよしよしよし、これはもう絶対決まった、絶対決まったからね。うわっ、走れ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 、うわー、いやーあと2にしといたら全然本当に可能性大だったのにな、くそー。いやでも3でも全然可能性はある、あとトリス3、あとくっ。でもうひたすら1年生の伝令を使っておこう。さあ大谷奪三振ついてほしい、本当に奪三振キレ、めっちゃそういうタイプの選手だと思うんだ。しかも OK、 さあ1年生2年生の育成もかなりできてますね、いい大会だそういう意味では。中抜き、うまいね中抜き、今日最終日、中抜き最終日でございます。はい、さあ完封、防御率 1.82 悪くない。中抜きこれなんだそれ、
石塚ナイスバッティングです。バッターは2年生野本。笹田なんかあのマークでショート守るのいいね。青主体で。おいおい完封しよう完封しよう、今日は完封しよう。10個目の三振で終わり。うわ危ねえぞ。なんかパスウェッジ、よーし OK ウェッジ、ナイスゲーム、ナイス大谷、そしてナイス打線。いやー中抜きいいね、中抜き、くー4アンダーはもう気持ちいいですね。この赤だけしかないっていうのは本当に個人的に気持ちいい。いやーこの試合ただ2盗塁してるからな。いや広瀬全然3盗ができるんで全然最後3つ盗塁できそうな気がするな。大谷が本当に安定してきましたね、何より。はい、コントロールもう65も、あえてかこれ走力観察するな、こんなに走力上がるとは思わなかった。投手だから走力経験値入りにくいっていうのはあるんですけどね。はい、まあまあまあもう完走していいっすよ、積極走塁あるんで、むしろ完走してもらいましょう。はい、さあパワーも A82 まで来ました。 OK、 コントロールはじゃあこれもう放置してても多分 A 行くな、卒業するときには。すごいぞこれ、コントロール A、 そして球速175は1回も練習指示なしでいける。そして中抜き固め打ち来た。で固め打ちもパワープロ結構強いなって僕感じてるんで、2018特に。なんだろうな、なんか謎に打つんですよね固め打ち。んでまあもう練習指示を呼ばないといけないと。はい、感染だけ先にじゃあ使っとくか、ここで。で練習指示呼ぼう。でまあ練習指示はここで来なかったら次回ちょっとアイテムを追加して先に読んでおきますと。いや来た、オッケーナイス。どうせ次アイドルもいるし使っとこう。であとやらないといけないのがやっぱり名前呼び方設定ですね。はい、いやーまさか戻るとは思わなかったな。大抜きに戻りました。さあこれ最後卒業するときも名前って変えれるのかな、ちょっとわかんないですけど、最後の最後まで気を抜かずにね、大抜きで卒業してもらえるよう頑張りましょう。はい、で能力アップアイテムも最後ってか結構いい特能になったな。なんか能力アップアイテムも使えるので最後まだ使ってない選手たちには考えておきたいと思います。あこれ守備 S にしようかな、セカンドショート両方守れる選手なんで、守備アップアイテムで守備5にしよう。で最後パワーが A に行ってくれれば、まあまあ総力 B も行きたいな、けどまあもうそれは無理だと思うんで、練習指示で最後総力3つは上がらんか、さすがに。まあパワーにしましょうか。でパワー A 行きましょう。まあ盗塁 E 走塁 E なんで総力はいいでしょう。よし OK ということで、なかなか面白いチームになってきました。いやードラマがいろいろありましたねこの台は。はい、まあややほしまだわかんないです、最後の最後でね諸押しになるかもしれませんのでご期待ください。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価お願いします。次回勝てばアイドルが2回続きますのでぜひ勝ちましょう。生放送だいたい7時半ぐらいかなを予定しております。チャンネル登録していれば生放送見えますのでぜひ皆さんチャンネル登録しておいてください。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス。